今日からの時間なんですけれども、今日はちょっと音楽と触れ合うということで、私が母の日に、母が亡くなる一番最後の日にね、母にプレゼントした「母さん」という歌があるんですけれども、この映画のエンドロールにも使わせていただいてるんですけども、その歌を皆さんと一緒に合唱したいなと思っています。で、先週は1週間ぶっ通しで福祉関係の方に来ていただきまして、介護とかね、高齢化社会に向けてとか、そういうトークを進めてきたんですけども、今日明日はちょっと舞台挨拶ということで、違った思考でちょっと歌を皆さんで歌ってみようかなと思いますので、ちょっと皆様のご協力いただきたいんですけれども、歌詞カードの方をちょっとお渡ししますので、一緒に歌っていただいてよろしいでしょうか。ちょっと全員の分がないかもしれないんで、2人に1枚取ってみていただきまして、で、こちらなんですけれども、このままの旋律をちょっとね、歌っていただくのはまず難しいと思うんですけども、この「ありがとうありがとう大好きな母さん」っていうとこありますよね。で、そこの部分は皆さん一緒に歌っていただければ、はい、ありがたいです。サビの部分ですね。で、一応この歌の中では大好きな母さんになってますけども、別に母さんじゃなくても、隣にいらっしゃるご夫婦でしたら、ご主人のお名前を呼んでいただいてもいいですし、お友達でしたらお友達の名前でもいいですし、ご自分が一番今一番大好きな方のお名前を呼んでいただくといいと思いますので、皆さん、そしたらちょっと、はい、歌ってみるというか、音楽鳴らしますので、ご協力の方お願いします。すいません、音楽お願いします。母さんのぬくもり、
幸せになれるように本当にこの映画これからも介護のことを若い方に知っていただくとこととあと全国のお母さんが幸せになれるように各地で上映していきたいと思いますので皆様どうぞご支援の方よろしくお願いします。あと名古屋のから来ていただいた恵子さんがこういうかわいいすごい素敵なうちわを作っていただきましたありがとうございます。チーム母ちゃんのメンバーありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。では皆様長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ではゲストの皆様退出していただきまして皆様の、お帰りの方をお見送りさせていただきますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありますのでアンケート用紙の方を書いていただきまして受付の方にお渡しいただけますでしょうか。よろしくお願いします。